んにちは。11月1日、週刊仮想通貨ニュースです。2本目ですよ。はい。でですね、前回の続きになるんですけれども、はい、ビットコインゴールド、ビットコイン、B2X ですね、セグウィット 2X のビットコイン、あとビットコイン、はい、これらがどうなっているのかということをお伝えします。はい。はい。でですね、さっきに BTG、ビットコインゴールドですね、はい、のチャート見ておきましょう。うん、ナナフさん嫌いなやつ嫌いなやつ、そんな素でうんって言うなんかちょっとボケるか乗っかるかもうちょっと嘘っぽいうんとかにしてよ収録中で忘れとったから、はい、これビットコインゴールドですね、ヨービットという取引所の、チャートなんですけれども、はい、まあ、チャート見ずとも、まあ、0.04 ビットコインですね、高くて、はい、これ24時間なんで7日間にしてみてもまあそんなもんで、ビットコインゴールド BTC ビットコインですか。そうですそうです、はいはいはい、ビットコインゴールド BTC です、はい、なんでこれ大体ね、3、4万やと思いますね、0.01 ビットコイン、今ビットコインが70万超えたんで、7000なんですよね、0.01 で、はい、だから 0.04 なんで2万8000とか3万円ぐらいです、はいはい、ぐらいの値段がずっとついてます、ついてます、値段ついてますよ、意外につきましたね、つきました、もらっといてよかったもっともらっといてよかったみたいなね、まあ、でも付与されてないですまだ、あ、はい、うん、まだ問題がいろいろあると、ね、問題いろいろあって、はい、多分付与できないんじゃないの嫌いやな、ビットコインゴールド嫌いやわ、この人嫌いやわ、付与されるかどうかは分かりません、まあ、でも付与されるんでしょ、まあ早いことね、はい、頑張ってください、はい、人ごとかビットコイン価格ですね、はい、前回ビットコインの価格予想の話で、調整入るっていうような話もしてたと思うんですけれども、一回エリオット波動的には波動 の, あのあれ調整入るか、もしくは、もうスコーンと垂直にいっちゃうかみたいな、いっちゃうか、って言ってたんですけれども、はい、最高値を、過去最高値を更新、お今日ですね、今日なんか72万ぐらいいってるんじゃないかな、へえ。これ BTCJPY ですけれども、はい、ビットフライヤーさんのチャートですね、現在72万2800円、おお、72万2800円ということで、はい、もう過去最高値更新中ですね、どないなっとんねんということです。ほぼ奈良節さんの2つ目の予想通り垂直っぽいですね、垂直ですね、まあ、全体見えるようにこういったらもうえぐいことになってきてますね、はい、まあちょっと後でねまたチャート見ていきますけれども、はい、これですね、昨日ぐらいですね、じゃあ10月31日ぐらいですかですね、うん、日経で、日経というかニュースでこんなんがありました。11月1日今日だ、米 CME ですね、これシカゴマーカンタイル取引所ね、はい、でビットコイン先物を年内に上場、決定、へえ、すごいですね、ということで、はい、まあ、つまりですね、これ、まあ、どういうことになるかというと、機関投資家とか、はい、富裕層からの投資対象になるっていうことです、まあ、世界で初めてこの仮想通貨デリバティブ、はい、まあ、金融派生商品ですね、うん、そういうものが誕生したというかするという予定になりました。しかも年内ですということで、このニュースを受けてですね、はい、ズゴーンとビットコインは上げていきました。まずこの取引所はもう本物の取引、本物の取引所っていうかプロ用ですからね。あ、そうなんですか。あ、いろいろあるんですね。いろいろというか取引所でももう先物ですからね。あ、そっかそっか。プロ用の、まあ、機関投資家が取引するようなところなんですか。いや、個人もやります。わかりました、ね。あの、ここにあるってことはもう本物って。そんな怪しいとかそんなじゃなくて、そうなんだ、怪しいけどな、え、ということです。なんでこれからね、いよいよ実体経済に仮想通貨というものが入ってくるというような流れが
できるんじゃないかなと思いますね。でもほんまにここで先物買えるんやったら僕も参戦しますけど。あ、株式というかあれですもんね。うん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 。え、そうなんですか。うん。なんで？え？なんで？僕あ、大金動かせるんで。ああ、なるほどなるほど。うんうん。とか。だって。さすがですね。あのプロのチャートになると思うんですよ。ああ、なるほど。だから。こっちの読みやすいというか、読みやすいというかね、うんうんうん、いろんな面で信用しているというのがあるし、僕は別に仮想通貨のその辺の取引所に何億と入れる勇気はないですね。ああ、なるほどなるほど。まあちっちゃすぎるというか、まあ、不安定すぎるということですね、はい、うん、マウントボックスの話もあったんでね。そうですね。まだまだちょっと、はい、まだちょっと億単位を入れるの怖いかなと思ってる。なるほどなるほど、ね、はい、うん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 、確かにそうですね。ここの取引所だったら億単位入れれますね。ここは全然もう、うん、そんな億なんかもう、うん、こんな走った金ですね。走った金なんだ、うん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 、なるほどなるほど。で、手打ちも出てくるかもですね、うん、売り買いがちゃんと成立しそうですね、うん、それではもちろんもちろん、うん、なるほどね。これはもう価格は完全上がるでしょ。つか上がってるな。、うん、それを受けてるの過去最大。そうですね、うん、っていうニュースで上がっていっておりますっていうことですね、はい。まあまあ、全体的にうん、チャートを見てもこのハードフォーク相場というふうに、まあ、まとめて言えるんじゃないかなとも思いますね。うん、こう持ち合っててスコンスコン抜けていったんですけれども、はい、うんうん、まあ、このニュースを受けて上がっていったのもありますけれども、うんうん、まあ、ハードフォークというのもやっぱり大きいんじゃないかと、はい、セグウィット 2X の権利取りですね、うんうん、ゴールドもらえた人がそのまま保有して、はい、セグウィット 2X もらいに行ってるんじゃないかと。もしかしたらシルバーをもらいに行く人も出てくるかもしれないね。そうですね、うん、だって持ってても上がっていくから基本的にビットコインって、うん、はい、30万ぐらいで掴めた人はもうずっと解けるんじゃないですかね。だから第5波を、すごく暖かい冬を過ごせますよっていうふうに前のハードフォークの時に言ったんですけれども、はいはい、はい、多分その通りになってる人もいると思います。僕はなってませんけど。はい、これですね、 2X のハードフォークまでのカウントダウンです。あ、いろんなサイトがあるんですね。そうなんですよ。はい、今の、まあ、ブロックチェーンの生成具合から見てあと15日、はい、そして7時間、つまり、11月16日の日本時間やったら、うん、この10時、夜の10時ぐらいになるんじゃないかというような予想です。うんうんうん、多分大体ね、このブロックの生成時間って早回って早くなるんで、15日ぐらいになるんじゃないかっていうふうに僕は予想してるんですけれども、うんうん、はい、多分まあそこら辺で11月中旬でハードフォークが起こるというふうに言われてます。でもね、うん、でもね、うん、開発者が一人だけだとか、開発が全然間に合ってないだとか、はい、もういろんなこと言われてるんですよ。セグウィット 2X でね、いまだにそのすごくビットコインに詳しい方とかの情報をいろいろ集めてみても、うん、はい、セグウィット 2X 起こらないって言ってる人もまだたくさんおられますし、はい、でそれもちゃんともともらしいね、うんうん、論拠のあるようなことを言っておられます、うん、で起こるけど、うん、まあ、今のビットコインが結局生き残ると、今のオリジナルがそう、その本流になると、うん、っていう論調も多いですね。うん、うん、ビッツ X とかにはならない、本流はね、はい、うん、でもう一つの論調としては、うん、ビットコインゴールドで言ってたのと同じで、はい、うん、リプレイプロテクションがされてないので実装されなくて、はい、つまりリプレイアタックっていうものが起こって、うん、まあ、ハッキングですね、はい、まあ、そういうのが起こって、うん、まあ、大暴落すると。ビットコイン もう巻き込まれる、巻き込まれる、巻き込まれる、だってビットコイン送ったら、あ、ビッツ X も送ったことになっちゃって、うん、取られたりするし、はい、ビッツ X 送ったらビットコインも送ったことになってみたいな話になるんで、うん、はい、まあ、そうなったらもう結果、うん、ビットコインキャッシュが大暴騰ですよ。ああ、そっちが漁夫の利。喧嘩してる間に喧嘩してる間に、うんうん、まあ、ビットコインとしては何も喧嘩してないんですけどね、おそらく巻き込まれた感じ、ね、巻き込まれた感じですね、うんうん、まあ、そういうね、うん、感じでまだまだ選択肢あるんですけど、まあ、大きく分けて3つ、この3つかなと思います、はい、まあ、起こり得る可能性とされているのはね、うんうん、いや、ビーツ X、セグウィットはそもそも起こらない、起こらない、ビーツ X は誕生しない、はい、で2つ目が
起こったとしても今のビットコインがもう残る、はい、で3つ目が、そのリプレイアタックが起こっても大混乱する、うん、結果ビットコインキャッシュがもしかしたら玉乗りで大暴騰するかもしれない、はい、ビットコインシルバーが大暴騰するかもしれない。それはないですうん、そんな気まもうぐちゃぐちゃになってますからね。ビットコイン自体はぐちゃぐちゃになってますから、その頃にはそうなった場合にはね、はい、うん、まあ、そうなると他のアルトに行くかもしれないですね。そうですね、うん、他のアルトに行くというよりも、はい、多分ねフィアットに変わると思います。一回は全体的に対比起こりますかね、うん、対比が、まあ、そうか、確かにそんな大方の流れやと思いますね。そう、ビットコインが危なくなったら他のアルトっていう風に考えて、僕いろいろ今まで何回も投資活動というかトレードをやってたんですけど、うん、そうなってないですからね、はい、全然、うん、ほとんどフィアットに変わります、うんうん、まあもう一回も完全に安全に逃げてるっていうか、逃げてる感じがしますね、撤退って感じですね、うん、まあ、一部はもちろんその入るんですけど、うん、アルトにね、はい、うん、でもそんなに流れないです、うんうん、ということですなんですけれども、さっきのね、あの3つを一個一個解説していったら、はい、本当にすごい長い時間かかるんで、うん、今も結構時間かかってると思うんで、はい、これね、なんか今回はもうこのチャートを読むことで、はい、今回の事件がどう収束していくのかっていうのを逆に当てていこうかなと、うん、逆に自分を追い込んでるはい、いやいやいや、そんなことないですよ、うん、もう普通のことしか言いません、ね、うん、っていうふうに思います。じゃないとこの事件っていう、はい、この事件をね、うん、この一個一個推測してこうだっていうふうには言えないし、うんうん、まあまあそれを言って公開される頃にはもう決まってるかもしれない、ね、決まってるかもしれないしこっちの事情ですけどなので、うん、そうですね、チャートから見ていったら、はい、結局みんな価格が大事だと思うんで、うん、チャート見ていきましょうっていうことですね、はい、うんうん、で前回ではですね、うんうん、市場が熱狂しているので、うん、あの高値更新して70万いくんじゃないかって言ってたんですけれども、はい、さっきも言いましたけれども、うん、でまあ、そっちのシナリオ通りになったわけですね、うん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 、ね、この動画の最初でも言いましたけども、うんうん、市場が熱狂しているので高値更新して、はい、ダブル、うん、70万いくんじゃないかって言ってましたけれども、はい、一つのシナリオとしてはね、うん、その通りになっちゃいました、はい、なっていってます、うん、そして現在72万、はい、ということで、うん、もうこのどこまでいくかも分かんない未知の領域に入ってるわけですはい、うん、手がかりも目安も全くなし、全然未踏の地ですから、ね、そうですね、うん、うん、新世界、ただもうあと7000ドルに到達するかどうかです、次は、うんうんうん、っていうところに入っていきます。チャート分析していきましょうまあちょっとじゃあもうチャート分析するのはちょっと長くなったんで、一回ここで切り出してもらって、うん、そうですね、ちょっと次回に、そうですね、その熱く熱く、そうですね次回はもう明日早公開してください明日公開してください、ちゃんとそのチャートのね、はい、じゃあ今後のどのそのシナリオにどれになっていくのか、どれに収束していくのかっていうところをちょっとじゃあ次回お話していただきたいと思います、うん、はい、ただそれを見逃さないためにもぜひチャンネル登録の方お願いします。お願いします。メルマガもやっておりま す, りますツイッター、フェイスブックもやってますので、よろしければ、ぜひ登録してください、はい、あとね編集、動画編集さんも随時募集してますので、ぜひこうお力貸していただける方はぜひ動画説明欄に一回見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。